ハンザン下です。思いっぱなしは体の秘密や可能性に楽しく昇格と思っております。はい。本日はですけども、怪我が治りにくい人によくある特徴についてですね、昇格と思っております。まあ、怪我をしてもですね、スーッと治っていく人と、なんかじわ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 長引いてしまう人ってね、結構分かれるかなと思います。まあ、もちろんね、練習の負荷量みたいなのも影響してて、もちろんね、練習しすぎてるから治らない人もいるんですけども、その辺もちゃんとコントロールしてるにもかかわらずですね、治らない人ってもやっぱ一定数いてるんですね。長引いちゃう人ですね。ちょっとね、イメージしてほしいんですけど、若い頃だったらね、寝たら怪我なんか治るみたいな感じなのに、年取ってくるとね、なんかいろいろやらないと治れないみたいな。そもそもいろいろやっても治らないみたいな方ね、結構いらっしゃると思いますよ。じゃあこの辺ね、まあ単純な若さの差って言ったらね、それまでなんですけども、実際にこう治りやすい人、治りにくい人を、まあうちのね、整体院で見てるとですね、まあある特徴が個人的にはあるかなと思っております。その特徴っていうのは一体何かというとですね、呼吸が浅くなっていることになります。怪我がね、治りにくい人って息を吸うと、こう深くね、こう下まで、おへそぐらいまでしっかりね、入ればいいんですけども、なかなか入ってこなくて、なんか呼吸、溝落ちまでしか入らないなとか、もっと早くしんどいと、胸までしか入らないなとか、首までしか入らないみたいな感じで、なんかすごい呼吸が浅くなってるんですよね。じゃあなんで呼吸が浅くなってると怪我が治りにくいのかというと、まあ生理学的に言ってしまうとですね、もちろん酸素の取り入れ、もちろん二酸化炭素の排出、またはね、呼吸による体の循環のポンプ機能みたいなのが落ちてくるので、もちろんね、体にとって良くないですよ、というのはあるんですけども、それ以上にですね、個人的に影響してそうだなと感じるのは、まあ東洋医学的に言われる気の不足っていうものになります。いわゆる気候の気ですね、怪しいやつですね。気がですね、実はこう体を回復させるのにですね、めちゃくちゃ大事だなと個人的には感じておりまして、気を取り入れるにはね、まあ、ざっくり言うと、呼吸と、食事、この二つなんでしょう、消化吸収の二つなんですよね。これの、すごく大きな片方の一本のね、柱である呼吸が制限されちゃうと、もう体の中にエネルギー入ってくる量が、まあ、半分になっちゃうわけですよ。ざっくりですよ、ざっくり言うと。それって、まあ、例えば、スマホの充電常に半分みたいな状態ですよ。スマホの充電力ずっと半分でずっと同じ仕事量をしようと思っても回復できないですね。回復追っつかないですね。エネルギーがなさすぎて。なので、この呼吸が浅くなってしまうっていうのはですね、まあ、非常にこの体の回復を遅らしてしまうっていうことに、ね、なってしまうってことなんですよ。なのでですね、どうすればじゃあ呼吸を、ね、深くして回復力を上げれるようになるのかっていうのですね、後半やっていこうと思います。はい、ですね、やっていこうと思います。まずはですね、今の呼吸の深さをチェックしておいてください。鼻から吸って、で、口から吐いてください。その時に、まあ、どの辺までね、深く入るかを確認しておいてください。そしたらね、やっていきます。まずですね、呼吸を深くするために、ファーストステップとしてやってほしいのは、頸椎の一番の調整になります。ここがね、固まったり、歪んだり、ずれてくるとですね、これだけで背骨全体がロックされてしまって、呼吸が浅くなってしまいますので、まずは、頸椎の一番を調整していきます。では、どうすればいいかというと、頭に体重を乗せるのが一番簡単でやりやすいと思います。やり方としてはですね、手をついてもらったら、頭をついて、頭に体重を乗せるためにお尻を上げてください。で、この状態で、だいたい2秒から3秒ぐらいキープしたら、もうそれで終わりで OK です。終わった後に、なんとなくね、首が縦にクッと伸びてる感じが出れば、それで完了。っていう形で非常に簡単でしたね。もうちょっとね、しっかり調整したい方は、3点倒立とかもお勧めしております。頭ついてもらったら、そのまま、こうやってピュッとね、足上げて、体重を乗せてください。いけるんだったらね、足上げてもらってもいいです。まあ、こういう風にですね、3点倒立してもらうと、よりね、まっすぐ、パスッと体重かけやすくなりますので、まあ、できる人は3点倒立までやってください。ではですね、セカンドステップですね。セカンドステップはですね、次はですね、足の指のストレッチになります。足の指もですね、実はこうグッとね、力が固まってしまうと、背骨をグッとロックさせて呼吸を浅くさせてしまいますので、足の指のストレッチをまずやっていきます。で、やり方なんですけども、すごくシンプルで、もうこうやって上前後にね、こうやって、互い違いに動かすようなのを、こういう感じでやっていってください。で、しっかりね、一個一個しっかりやる必要はないです。っていうのはですね、しっかりやりすぎると、それによってですね、その体の回復量が増えすぎてしまって、体が疲れてしまうみたいなことがありますので、まあ、軽く、まあ、こういう感じでいいので、軽く動かすぐらいのイメージで、ずっとやってください。まあ、これぐらいの感じでやってもらえたら OK です。行きましょうか。そしたらですね、最後ですね、最後、手のストレッチになります。手の指のストレッチになります。手の指も引っ張ると背骨をロックさせてしまって、呼吸を浅くさせてしまいますので、手の指もストレッチしていきます。これもね、軽めで OK です。指一本持ったら、これをずーっと上にぐーっと反らすみたいな感じですね。他の指は曲げて、一本だけ反らします。
他に曲げて1本だけ反らします、曲げて反らすみたいなことをやっていってください。まあ、こんな感じで全然大丈夫です。もうね、本当に深く考えなくて OK です。もう軽めに軽めにやっておいてください。まあ、こんな感じでざっくりやってください。いきましょうかね。で、いけたらこれで完了です。で、ちょっと待ってください。体の変化を、待っていただく、ちょっとこの刺激に対して体の変化をするのに、まあ、多少時間が必要になってきます。まあ、変化量は、ね、人によってちょっと変わってくるんですけども、まあ、そうですね、まあ、大体5分ぐらい待っていただけたら、まあ、人によってはちょっと15分とか30分とか待たないとうまく変化しない人もいるんですけども、まあ、大体5分ぐらい一度待ってみてください。で、5分ぐらい待ったらですね、再度呼吸ですね、呼吸の深さの状態をチェックしてで見て、さっきよりもね、呼吸が深くなっていれば OK ですね。例えば、食い漏れの人が胸まで入れば、胸まれの人が溝落ちまで入れば、溝落ちの人がへそぐらいまで入れば、へそぐらいの人がへそ下ぐらいまで入れば、OK って形になります。でね、いきなりね、この辺の人がここまでっていう深さに変化させる必要はないです。これはですね、ちょっとずつやっていただくのが本当に肝になってます。っていうのもですね、実はこの呼吸を深くしていくにも体を変化させる必要があります。この体の変化させていくのに、またこれまたですね、気を使います。なのでですね、エネルギーを増やすために呼吸を深くするんですけども、その深くするためにまだガソリンであるエネルギー使っちゃうので、量をね、いきなり体の変化量をガーッと増やしすぎると、それでエネルギーがなくなっちゃって、エネルギーなくなるとどうなるかというと、体ってもう一回省エネモードになるためにもう一回固まり直すんですよ。なので、よくしようと思っているのにやりすぎるとガーンと下がって固まり直すってことが起こってしまいますので、呼吸浅い人ってね、基本的にはもう充電半分ですからね。半分の人がいきなりガーンってね、アプリガー開いてグワーって動かしすぎると、もう疲れてドーンと落ちてしまいますので、とにかくちょっとずつやっていくっていうのがコツです。なので、このストレッチも結構適当めで OK です。適当めにやってもらう。適当めにやって、ちょっと深くなれば、それで OK です。それを繰り返し、日々、まあ、1日、まあ、2回ぐらいまでですね。1日2回ぐらいまでやってもらって、日々ちょっとずつやっていくと、まあ、深くなってきますので、深くなってきたら、体の回復力が上がってくる。まあ、その状態でね、体が柔らかくなったりもしますので、まあ、筋肉もね、ほぐれて使いやすくなるし、ねじれとかね、体のねじれとかも取れてくるので、まあ、関節の負担がかかりにくくなるとかね、まあ、そういった副産物も結構あるんですけども、呼吸が深くなって、気の量が増えて、回復しやすくなるというロジックになってますので、ね、ぜひやっていただければと思っております。はい、ということで今回の内容をお見せしたと思っております。ユニバーサル内製エクササイズをやってます。そちらもチェックフォローよろしくお願いします。またですね、オンラインスクールも営業してますので、こういったね、さらにこの気の流れがどうするかとかね、こういったケアの裏側の話ですよね。もうちょっとね、ロジックいろいろ深く複雑にあって、詳細にやらないといけないこといっぱいあるんですけども、まあ、その辺までね、しっかりと知りたい方はですね、概要欄貼ってますので、また覗いてみてください。また、ユニバーサル自身は大阪にありますので、実際にこういったことを体験したい方とかですね、まあ、施術もやってますし、個人に合わせたトレーニング指導とか、メニュー作成もやってますので、興味のある方は一度ご予約くれればと思っております。ということで、今回は以上です。皆様もご視聴いただきありがとうございました。